俺たちウルトラマンは体を一体化させることで相手の傷を癒すことができる。ウルトラマンゼロとメリアルは敵対関係にあります。クライシスインパクトって2人が戦ったのが原因？騒動の最中、光の国で開発された強力なアイテムが何者かに盗まれて行方不明だ。僕があいつを止める。あの姿は親父と師匠、あいつが持ってるのか。もういないし。自転車買ったら2人で使わない？どういう自転車買うか分かってる？もちろん買い出し用だろ。お金半分出してくれてありがとう。しかし僕も仕事探さなきゃな。モアみたいに。誰？リクの幼なじみ相崎モア。リクのお姉さんみたいな人。昔よく爆裂電機ドンシャインごっこしてくれたんだ。今は保険の制度してる。元気かな。どなた？ニコニコ生命保険の者です。保険のセールス。待ってください。あれは？待てる。AIB だ、観念しろ。相崎モア、油断するなと言ったはずだ。屋内を確認しろ。はい。ありました。宇宙植物ルグス。条例により栽培が禁止されている植物です。強力な睡眠漢方だし、それを吸うと眠くなるんですよね。そうそう、確かこの黄色いところを触ると花粉が噴射され。降りろ。あ、よく寝た。まったくお前は。ルグスを保管庫に移しておけよ。はい。ここに立って。いい加減なれろ。素敵な花だと思います。宇宙植物を栽培していました。よって地球からの強制退去を命じます。達者で暮らせ。
も仕事はなさそうですね。ダメだ。例の光の巨人の件で宇宙全域から問い合わせが殺到している。はあ、ベリアルに似たジードとかいう。ウルトラマンゼロも動いた。宇宙警備隊も関心を寄せているのだろう。ここはウルトラマンキングと融合した宇宙だからな。ナイハー買ってきたよ。ほらすげえかっこいい。カゴは？え？カゴ？何のために自転車を買うことにしたのか覚えてますか？言ってみなさい。そう、買い出しのためだよね。ああ。荷物どうやって運ぶの？これで戻してきなさい。やばい、忘れてた。 Z 社、応答願います。こちら Z 社、どうした？ピット星人の科学者がスピード違反を起こして事故が発生。さらに逃亡中です。ゼナー先輩、直ちに捕獲してください。ちょっといいですか？場所は半村町、R 地区方面へ逃走。行くぞ、乗れ。待って、名前はトリーティプ。人間の姿で逃亡中だ。顔はわからないが、目撃者が服装を覚えていた。我々の存在を地球人に悟られるな。文明に影響が出ることを良しとしない。はい。じゃあこの先ずっとリクが買い出しを担当して、私が支払った分のお金は月々返済する。それならいい。いいの？本当に？やったー。レム、エレベーター落としてくれ。え、ちょ、待って、こっち。僕の自転車返せ。乗せて、車、自転車盗まれたの。さっきの女、どっちに向かった？その人ね、事故起こして逃げてるの。私ほら保険のセールスしてるでしょ。事故と保険はこうあれなわけで、事情今すぐあれしないといけない。連れてってください。僕は顔見た、役に立てます。お前の幼馴染だと？はい、昔うちで預かってた弟みたいな子です。レム、聞こえるか？はい、聞こえています。先生、お疲れですか？報告をしていたのです。現状を。報告ですか？宇宙のとある場所に心のひとかけらを置いていましてね。目をつむれば、そこにおられる神と対話ができるのです。またご冗談を。今月これしかないのか。
どうしよう。どいて！うわあ！僕の全財産。いや、様子見だ。本調子ではないからな。エレキングです。ビット星人は生物兵器として惑星侵略に用いることで知られています。リクが遭遇したっていうのはビット星人。リクの居場所は分かる？いた！リクはここにいて。でもあの人は危険かも。大丈夫、私保険の生物だから。保険の生物って意外と大変なんだな。リックンはここにいるんだよ。分かった。なんでここに？怪獣が出た。こっちに向かってる。どうする？じゃああの人がリトルスター？レムがユートムで確認した。光の剣はリトルスターの影響みたい。進行を止めないと。モアたちが危険だな。今度は僕が助ける番だ。モア、レイのお姉さん。いつも僕と一緒にいてくれた。だから僕は平気だったんだ。じっとしててもどうにもならねえ。融合！アイゴー！ヒアウィーゴー！フュージョンナイト！決めるぜ！覚悟！アーッ！ハッ！ジーン！ウルトラマン！ウルトラマン！デニアル！ウルトラマンジード！行くぜ！中心に追い込んだ時もね。え、裏切った？この星と文明が気に入ったから。だけどあの子が目覚めるのを感じた。あの子、私を狙ってる。だから周辺に被害が出ないよう人が少ない場所を目指したというわけ。囚人って悪い人たちばかりじゃないんですね。私のところへ来る。
じゃあついてきてください。何をするつもりだ。じーっとしててもどうにもならないでしょ。これ私がリクに、さっきの自転車の子によく言ってたことなんです。さあ早く。おい、リトルスターとは何だ。研究者仲間の噂では4年期放射の結晶で発生条件は不明。最近なぜか同時多発的に発生してる。誰かが裏で動いているのか。何をするんだ。エリキングの行動に異変発生。なんとか動ける。今のうちだ。融合。アイゴー。いやー、Here we go! フュージョンライト！燃やすぜ、勇気！あーっ！あっ！ジーン！ウルトラセブン！ウルトラマンレオ！ウルトラマンジード！ソリッドバーニング！モアにメールをした。僕がいなくなっていたから心配していたらしい。それにしてもリトルスターは地球人の子供にだけ発生するのではないみたいだ。店再開できてよかったよ。ありがとうな、二人とも。おめでとうございます。ところでこの前追っかけてた女の人、なんか変なとこなかった？全然普通の人だったけど。
ならよかった。ライハ、こっちおいでよ。いい、想像しいの苦手だから。あちらのお嬢さんはどなたですか、リック。あの子はライハ。今一緒に住んでるんだ。へえ、同棲か。いつから。誤解があると思う。言い方が悪い。勝ったと思わないでくれる？リックンとはね、一緒にお風呂も入ったことあるんだからね。え？リク、この人遠ざけて。付き合いきれない。モアは相変わらず元気だね。立ち位置！何これ、目が苦しいんですけど。やってますよ、どうぞ。私こういうものでして、向こうの方でお話しできませんか。探したぞ。え？ウルトラマンジード。あなたは一体？俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。お前にいろいろ聞きたいことがあるが、今日のところはまあいいか。頑張れよ。はあ。またお会いしましょう。はい。テレビ出演する冴えない芸人、きっとリトルスターが関わっているはず。そしてそれに引きつけられるように出現する怪獣、新しい力で立ち向かうしかないぜ。次回ウルトラマンジード相方見せるで衝撃。